後藤栄二は日本海軍の軍人。最終階級は海軍中将。秋田県仙北軍高梨村出身。後藤栄之助の長男として生まれる。秋田中学校を経て、1909年11月、海軍兵学校を卒業し、翌年12月に海軍少尉任官。海軍法術学校普通科、海軍水雷学校普通科で学ぶ。以後、秋分隊長。 上磐分隊長、水雷学校教官、弥生、吹雪、もみの各駆逐艦長、宝官、墨田、だ、とば、田の、各艦長、立田た水雷長、第五号駆逐艦、第四十一号駆逐艦の各駆逐艦長、浅間副長などを歴任。1929年12月、第一総会大使令となり、第四駆逐大司令、第十九駆逐大司令、 第11駆逐隊司令、中、高尾の、各艦長、横須賀海兵団長、道の区艦長などを経て、1937年12月、海軍少将に進級。第5水雷戦隊司令官、第2水雷戦隊司令官、第8戦隊司令官、横須賀陳府出資などを歴任。太平洋戦争を第24航空戦隊司令官として迎えた。 1941年10月、海軍中将に進級。1942年2月、ニューギニア沖海戦に参戦。深海警備府司令長官、北東方面艦隊県第12、航空艦隊司令長官、大港警備府県第12、航空艦隊司令長官などを務め、1945年5月、予備役に編入された。海軍歴史保存会。 日本海軍史、第9艦召喚履歴上1995年、漢方大戦4 0号、除任及び、事例1916年1月22日、ありがとうございます。